みなさん、こんにちは、ティン。ではのミラクルボーイ、キングタケです。今日はご長寿味噌汁ですね、はい。まあ、味噌汁いろいろようやく試行錯誤をして、いろいろありますが、赤味噌、白味噌、おろし玉ねぎ、リンゴ酢が入った味噌汁。ではい、その効果は腸内環境、あとは自律神経、血液サラサラ、メンタルトラブル、あとは生活習慣、慢性疲労、老化のスピードを抑える。だからこういう風に味噌汁、いろいろありますが、はい。まあ、味噌はどれでも構いませんね。料理でも何でも構いません。簡単な出汁も作ってもいいですね。はい。やはり食事を規則正しく、ゆっくり楽しく、ゆっくり食べて、アイテムで気持ちを上げぼよー味噌汁はまあいろいろありました。種類綺麗。血圧は上昇しない。やはり玉ねぎの魔法、血液サラサラ。はい。やはり癌細胞。やはり。あとはジェットコースター血統で食い止める。これもいいですね。はい。まあ、そうですね。飲み続けることが大事。まあ、なめこと豆腐の味噌汁、キノコたちの味噌汁。あとは、いろんな味噌汁メニュー。あとは、ズッキーニとミニトマトの味噌汁にトマトの味噌汁。あと、カボチャが入った味噌汁にゴーヤの味噌汁。あと、レンコンとつまいの味噌汁、ジャガバター。あとは、桜エビ。あと、みぞれ大根の味噌汁に、いっぱいあった肉と卵が入ったスープ、味噌汁。あとは、まあ、そうですね、ホタテとか、いろんな海鮮系、バターが入ってる味噌汁もいいですね。冷たい味噌汁もいいし、はい。あと、おかずも何でも OK です。はい。というわけで、長生き味噌汁の話でした。バイバイ。